はい、ミシンチャンネルのミシンです。はい、てなわけで今回もやっていきましょう。わがままハイスペック OC カレン編、カレンルート頑張っていきましょう。はいいやー、まあ早速ね、カレンの妹2人が出てきましたがここからまあな、どんな感じだよね。なんかカレンが結構家のことを切り盛りしてる感じっぽいですが、まあ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 、まずはね、ちょっとお家にお邪魔しているところですので、早速ちょっと動向を見守っていきましょうかではでは、レッツゴー。顔をほてらせて布団で寝ていた方の女の子も、年頃はさっきの子と同じくらいか。もしかしたら双子なのかも。こら、カノン、お兄ちゃんにごちそうさまでしょ。風のカノンちゃんはプリンを食べさせる優しい手つきは一朝一夕ではない、慣れを感じた。ごめんね、なるみ、わざわざうちまで来させた上にごちそうにまでなって。いいっていいって、無駄にならなくてよかったよ。お兄ちゃんはお姉ちゃんの恋人？違うから。なんでよ。お兄ちゃんって呼べって言ったから。結婚するの？賢い子たちだな。年上の男の子はみんなお兄ちゃんって呼ぶものなの。はい、カホもお兄ちゃんにごちそうさま。ごちそうさま。ペコッと頭まで下げてくれるあたり、ちゃんとしつけが行き届いているのがわかる。お姉ちゃん、プリン食べないの？カホ、もう一個食べてもいいよ。しつけのことはともかく、可愛さは満点だ。ずるい、カノンももう一個食べるもん。半分ずつにしなさい。はーい。プリンの蓋を剥がして、今度はカホちゃんがプリンをカノンちゃんに食べさせてあげる。カホ、後でちゃんとうがいね。ナルミも気をつけてよ。細やかな気配りだな。こんな気配りできるとは思ってなかった？いや、そんなつもりはないんだけど、ちょっと予想外だったのは事実だ。確かに院長はなんだかんだ面倒見がいいし、家族に対してもそうあるのはイメージ通りとも言える。でもやっぱりこう、見た目が9割とはよく言ったもので。まあほら、私って可愛いし、遊んでそうに見られるのも仕方ないわよね。遊ぶって？缶蹴りかな。今は神経衰弱の気分かな。いいから寝てなさい。元気になったらね。カノンちゃんの布団を直しておでこにキスする院長。そんな姿は日頃のイケてる女子アピールよりずっと、その心ときめくと言いますか。さてと、鍵よね。ちょっと待ってて。ご飯。食欲があるのはいいことだ。おかげさまで、明日には元気になりそうでよかったわ。おうどん食べる。はいはい、うどんね。甘いお揚げが入ってるやつがいい。カホは卵かな。わかったわかった、お姉ちゃん超特急で買って、じゃなくて、ちょっと待ってて。ごめん、なるみ、鍵持ってくるから。うどん作るのを手伝おうか。ネギとかお揚げとかも一通り買ってきたぞ。その袋って四次元とつながってるの？院長はしきりに恐縮していたけど、困った時はお互い様だ。洗濯物も庭に出しっぱなしで、妹さんの看病とか家事で大変そうなのは明らかだったし、猿なら洗濯物は俺に任せろとか言い出すところだが、俺はそこまで厚顔無恥にはなれない。本当に料理なんか任せて平気？そういうタイプに見えないけど。それは偏見というものだ。雑誌に載るレベルの洋食屋で縁があってな、それなりの薫陶は受けてるんだぞ。ん？そこまで自信満々ならお手並み拝見ってことで。ああ、任せろ。それより院長は他にやることあるんじゃないのか？なるみが悪いことしないように、カホが監視してようか。ぴょんと足に飛びつかれて苦笑い。
小さな子のこういうクリクリっとした眼差しを向けられると、昔のトワを思い出す。トワももう昔はもうちょっとな。泣いてるの？煙が目に入っただけだ。あ、じゃあカホちゃんはお兄ちゃんと甘いお揚げ作ろうか。カホに任せるとは見どころがある。不遜やな。キッチンのテーブルから子供用の椅子を持ってきたカホちゃんは早速よじ登ってまな板を覗き込んでくる。カノンに美味しいのを食べさせてあげなきゃね。そうしよう。あ、じゃあまずはお揚げを三角に切っていくよ。カホはどうしてればいいかな。カノンちゃんが早く元気になるように気持ちを込めていこうか。うわー、料理は愛情ってママが言ってた。おっと、委員長をそっちのけにしてたな。いつも知らない人だとおとなしくなっちゃうのにね。そのお兄ちゃんは平気なの？なるみは案外いいやつだからね。確かにね。お姉ちゃんも味方を改めることにするわ。悪いやつだと思われていたらしい。じゃあちょっとだけお願いね。ささっと家事済ませて買い物もしてきちゃうから。はいよ、急がなくていいからな。ねえねえ、なるみ、次はカホもお手伝いする。ありがとう。あ、それじゃあお揚げに味をつけていこうか。味見を手伝ってくれると助かるな。カホの得意なやつだ。ただいま。あ、いい匂い。うどんできたの？うどんっていうか、うどん以外だな。うどんは食べるときにさっと煮てくれ。この大量の鰹節は？めんつゆはちゃんと出し取って仕上げていくのが一番うまいからな。こんなこともあろうかと、みひろおすすめの鰹節を買っておいてよかった。味見する？あ、ほい。小皿にめんつゆを取って渡してあげる。どれ？あ、美味しい。風味が全然違う。カホがほとんど作ったかな。見えっぱりなんだから。一緒にお揚げ作ったよね。あ、ほら、味しみしみでいい感じになってるぞ。米が炊いてあったから、お稲荷さんもちょっと作っておいた。ラップをかけてテーブルの上に置いておいたお稲荷さんを菜箸で示す。カホも手伝ったよね。美味しかった。カホは味見のスペシャリストね。なるみは天才だね。専属主婦にしてあげてもいいよ。ありがとう。でもお姉ちゃんの次かな。お姉ちゃんのハンバーグにはちょっとかなわないね。へえ、それは食べてみたいな。それ本気で言ってるの？ん？ハンバーグ好きだぞ。お腹すいた。だってさ、院長も帰ってきたし、ご飯にするか。おいしい。お揚げを一口噛みしめての美味しい顔にじんわりと心が温まる。労働が報われる瞬間というやつだ。本当美味しそう。見てるだけで私もお腹空いてきたわ。甘いお揚げ大好き。口に合ってよかった。いつものお揚げよりちょっとプロっぽいお揚げかな。カホがほとんど作ったかな。すごい、天才シェフだ。思わず吹き出すと、隣で院長もクックと肩を震わせていた。あーん。はいはい、あーん。温泉卵を潰すタイミングはカノンが言うね。いっぱい食べてるし、もうカノンは風邪治ったかもね。コンコンしてたでしょ。治り始めは危ないって言うし、今日はゆっくりした方がいいと思うよ。あー、ごめん、おせっかいかな。いや、そんなことはないけど。なんか含みのある言い方だな。さ、
家での私ってナルミからすれば意外だったと思うけど、私からすればナルミも相当イメージと違うなって思って。そうか？冷めてるっていうの？腹に何か隠してる感じっていうか、距離感じるなって時もあったんだけど。こんな評価クラスメイトから初めて言われた。院長の洞察力の表れだろうか。見る目ないな私。こんなにいいやつなのが女子たちにバレたらモテ期来ちゃうわよ。期待しないで待ってるよ。卵は毎回温泉卵だといいのにな。電子レンジで簡単に作れるからお姉ちゃんに教えておくね。聞き流された。アイスも食べる。アイスは買ってきてないな。ごめんね。桃かみかんの缶詰だったらあるよ。みかんかな。カホはどっちでもいけるタイプ。二人ともどれだけ食べるのよ。じゃあみかん食べなくていいからトランプで遊ぼう。みかん食べないの？なるみとトランプで遊びたい。こら二人とも。なるみもあまり真面目に聞かなくていいからね。恐縮してる院長にいいよと目で合図。熱が出ちゃうかもしれないから一回だけね。何して遊ぼうか。神経衰弱。ババ抜き。双子なんだから揃ってほしかったわ。洗い物までやっていくつもり？これ以上は本当にいいって。カノンちゃんが食べた丼を流しに持っていく途中、横からお盆をひったくられた。本当ごめんね。今日はありがとう。厚かましいくらいじゃないか。迷惑じゃなかったならいいよ。またそうやって。ところで夕飯食べてくでしょ。よかったら私も何か作ろうか。あ、俺はこれで帰るよ。部屋で晩飯作らないといけないし。そうなの？ますますごめん。こんな遅い時間までよその家の家事やらせて。押し付けたわけじゃないだろ。俺が勝手におせっかい焼いたんだから気にするな。なるみ帰るの？あ、そろそろ。かほちゃんもうどん食べてね。やだ、なるみとお風呂入る。無理だよ、お兄ちゃん捕まっちゃうからね。それは考えすぎよね。お盆を置いた院長は慣れた様子で俺の足にしがみついていたかほちゃんを引っぺがす。今日はしょうがないけど次は。お姉ちゃんもお風呂入る？夕飯の話よ。お風呂はダメ。子供の言うことなんだから全力で否定せんでも。とにかく今度ちゃんとご飯食べに来てよ。ハンバーグ作るからさ。ああ、楽しみにしてるよ。言っておくけど、これ社交辞令じゃないからね。もちろん、元気な時のカノンちゃんとも会いたいしさ。ならよし。それじゃあね、今日は本当にありがとう。わざわざ見送ってくれなくてもいいのに。また遊びに来てね。ああほら鼻ぐずってる。早く布団に戻って。すぐにカホちゃんが飛んできてカノンちゃんを中に連れ戻していく。お兄ちゃんに憧れでもあったのかな。まさか初対面のナルミにここまで懐くなんてね。あ、そういえば妹さんいるんだっけ。ああ、だから院長の気持ちは少しはわかるぞ。最後に笑って院長の肩を軽く叩く。可愛くてしょうがないんだろ。わかるけど、あんまり無理して自分がぶっ倒れないように気をつけろよ。ああ、ほんとね。じゃあな、また学園で。うん、また。ああ、なるみ帰っちゃった。帰っちゃったね。なんだろう、私ちょっと顔熱いかも。あの子の風が移ったってわけじゃないわよね。
した。面倒見もいいし、頼れるし、料理うまいし。あんな風に笑うんだ。パンパンと軽く自分のほっぺを叩く。勢いでまた呼んじゃったけど、平気だったかな。今日だってわざわざ来てもらっ。そういえば、今日なるみはなんで来たんだっけ。あいつ、いつになったら鍵持ってくんだよ。こっちが熱出そうだ。ごめんね。